ヤマウィークリーニュース。こんにちは。梅雨空の下、蒸し暑い日も多くなりましたが、そうした中、ノージャケット、ノーネクタイのクールビズで仕事に向かう人も多く見かけられるようになりました。暑い夏も快適に過ごす工夫をしたいものですね。では最初の話題です。今年4月にオープンした文教ボランティア市民活動センターふみこむでは、地域の活性化や課題解決に取り組むため様々なイベントを行っています。今回行われたのは、今までつながっていなかった方がつながるきっかけ作りの場、ふみこむカフェ。第2回にあたる今回のテーマは、企業と地域の新たなつながりについてです。イベント冒頭では、区内にある企業による CSR 活動についての事例報告が行われました。 CSR とは企業の社会的責任という意味であり、企業の地域貢献や連携などは CSR 活動の一つとされています。地域の住民との、連携ということです。で、2つ目に移りまして、2つ目はですね、区内企業との連携です。で、これは、毎年私ども DX ビルの2階にホールがございまして、これは地域の皆様方にも開放しているんですが、この2階のホールを使ったチャリティーコンサートを毎年行っております。2011年からプレモリカールグループ全体でですね、ある日を決めて、その日は日々の業務を離れて一日 CSR の活動に携わる、もしくは CSR について考える一日というのを設けています。で、地域に根付くコンビニような空間というのは、地域の方々の場所として多くの方が集まって、お互い支え合う、助け合うことで地域課題を解決していく場所である。人と人の心温めの交流を作り出して、初めて私たちのミッションが達成できるんだというふうに、日々会社の方もですね、社員に協力をしています。事例報告の後は参加者同士による交流が行われ、まさに企業と地域の新たなつながりを生む場所となりました。このふみこむよく来てるんですけども、企業さんがの担当者が直接話をしてくれるっていうので、私も普通のサラリーマンですけども、企業の側の立場からいろんなことが聞けるのかなと思って、それで来ました。自分の会社でもそういうことはよく言われるんですけども、でも、例えば文京区だけじゃなくて、じゃあ千代田区でもやってよ、渋谷区でもやってよっていろんなところから言われるっていうことで潰れていく企画が結構たくさんあって、そういう視点だけじゃなくって、まずは地元から一つ解決して、そこから広げていきましょうとか、誰かにその話を、その企業が中心になって話をね、広げていきましょうとか、そういうふうに広がっていくことを狙って、何か一つからまずは始めてみないと、結局いつまでも何も始まらないので、そういうことではお二方の会社素晴らしいなと思ってます。はい、皆さん積極的に結構お話ができて、しかもよくこういうところに来ると大体営業担当の方が来るんですけども、そうじゃない部門の方とか全く異業種の方とかともお話ができたので、それは良かったと思います。はい、地域で活動されているさまざまな人たちのつながりを生むふみこむカフェ、7月の開催は27日水曜日午後7時からです。皆様の参加をお待ちしています。では次の話題です。今年で開設30周年を迎えた男女平等センター、それを記念したトーク&コンサートが6月4日シビックホール小ホールで行われました。本郷の地にあります男女平等センターは、今年開設30周年を迎えます。昭和61年9月に女性問題に関する学習と交流、そして活動の場など女性の地位向上を図ることを目的として設立されました。性別に関わりなく互いの人権を尊重し、多様な生き方を認めながらその個性と能力を発揮し、誰もが生き生きと暮らせる男女平等社会に向けて私たちは活動しております。
皆さんこんにちは、区長の成沢でございます。文京区男女平等センター30周年を記念するトーク&コンサートです。今会長からもお話がありました通り、30年前に婦人センターとして、オープンをした男女平等センターですが、文女連の皆様方たちの現在では指定管理施設として、円滑な運営に努めていただいています。文京区における男女平等施策進展のための拠点施設として、これからもさらなる発展をご期待申し上げる次第です。この日のコンサートのテーマはクラシック音楽にも男女平等をというもので、音楽の歴史上では光の当たりにくい女性作曲家たちの隠された名曲が演奏されました。男女平等センターのこれからの歩みにも花を添えるトーク&コンサートでした。このコンサートの詳しい模様は7月11日から放送のプレミアムステージでお伝えします。どうぞご覧ください。では次の話題です。現在白山神社と白山公園では文京花の五大祭りの一つ文京あじさい祭りが開催されています。今年で32回を迎えるあじさい祭り、会場となっている白山神社と白山公園ではおよそ3000株のあじさいが咲き誇っています。今日は日曜日で梅雨の晴れ間ということもあり、ご覧ください、たくさんの方が訪れています。そしてあじさい祭りに合わせて行われるのが、灰田止め信仰で知られる白山神社の恒例行事、歯ブラシ供養です。使い終わった歯ブラシを持ち寄り供養を行います。ということで、使っていた歯ブラシを持ってきました。日頃の感謝の気持ちを込めてしっかり供養してもらおうと思います。あじさい祭りの開催期間中の土曜日曜にはさまざまなイベントやステージパフォーマンスが行われています。この日は2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成イベントも開かれていました。訪れた皆さんは艶やかな紫陽花の花をカメラに収めるなど、思い思いに鑑賞を楽しんでいました。紫陽花祭りは今月19日まで開催しています。皆さんもぜひ足をお運びください。さてこの時期、梅雨冷えの肌寒い日もありますので、体調管理には十分お気をつけください。
海の都ウィークリーニュース。それではまた。